九霊群町九霊群は大韓民国全羅南道の北東部にある群である。東は京商南道に、北は全羅北道に接する。朝鮮半島の名山の一つであるチリ山が群の北東にそびえ、登山者の玄関口になっている。山油、茶、野菜の栽培といった農業や農産品加工のほか、チリ山登山やケゴン寺などの観光が主な産業である。 地理山からの風景この地は、くだらの旧霊事件であった。757年、統一白木の慶徳王の時代に、旧霊剣と東風に改名されている。地理山は仏教の聖地でもあり、下言寺など多くの寺院が山中に建てられ、現在に残っている。1895年に軍政が敷かれると、旧霊軍が設置され、1906年には北に、 隣接する全羅北道南原郡から三道面など四つの面を併合した。1963年に九霊面が九霊優に昇格し一優七面となっている。下温寺の大雄殿と明府土の豪山の絶壁にある四松安九霊群の北部には松白山脈の南端の後方である千里山が広がり、千里山国立公園に指定されている。南部は平野であり、 紅葉市や順天市に接している。軍の中央を東、シナ海に注ぐ先生が流れている。高原にあるため都市の気温差は大きい。ありがとうございます。